は8時18分です。おはようめわしからお送りしております。さあこの時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とじいちゃんです。古仙じいちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここから聞いた人って私のもじいちゃんと喋ってるみたいになりますからね。なんだと思うよね。本当ですよ。まあ、そう思うかなと思っていろんな言い方してるんだけど大体外してるよ ね今日ね、何なんだ今日どっちが炸裂してますからね。わかんないね。どっちが炸裂ってパンパンひどいね。跳ねてるぞ。さあ今日はですね、6月28日ということで今日から群馬県庁1階でドイツフェスティバルイン群馬が開催されるんです。ドイツに来た。そうなんですよ。ドイツだ。この計らが終わった1時間後の10時からスタートです、はい。もうねドイツに渡った日本文化って言って、今ねドイツで漫画とかアニメが大人気なんですって。ねえ、何が人気だと思います？ドイツで何かな。ちょっと当ててみて。昔のやつ。うん、昔のやつ。ドラちゃんとか。あ、ドラちゃんではなかった。ドラちゃんじゃない。でもそういう系かな。一つは。またサザエさん。残念。今外すと思って言ったんだけどさ。なんかドイツでサザエさんが人気ってのは面白いな。マルコちゃんとかさ。正解は、ドイツで人気なのは、1位はアルプスの少女ハイジ。そう。そうなん。すっげえ意外。第2位がそっち方面のセーラームーン、ああセーラームーン。そうあえて言わなかったんだけどその辺まではね知ってるからねじいちゃんもね。これがね今ドイツで大人気だそうで、そういったこのドイツとなんかその日本とのパネル展示っていうんですかね、パネルコーナーがあって、現代の漫画アニメ食文化から伝統的な日本文化まで広くドイツの現状をね紹介してくれるんですってパネルで。そうであったりとか、あとはねドイツなんかテディベアクマとかも結構有名。ドイツ製のテディベア。テディベア知ってるけどね、どこが発祥なんだろうね。でもクマを知ってるってことは多分そういうことだと思うんですけど、そういう手作りクマさんもね作れたりとか、あとはドイツ美味しい食べ物が有名ですけどソーセージですよね。古仙ちゃんイメージ的にはソーセージビールね。ぬるいビール。あぬるいビール常温。はあ、なんかそういうイメージあるね。はあ、キンキンに冷えたのって日本なんですね。なんかそういうイメージね。はあ、ソーセージはぐるぐる回っているソーセージとか。ぐるぐる回ってるソーセージ。あ、回るのおかしいか。あの、蛇みたいなやつ。長いの。長くて。渦巻きになってる。あ、それが痛かった。渦巻きソーセージ。あ、なんか見たことあるかもしれない。ありますか。ブラートブルストシュネッケっていうなんとも難しい。もうドイツ語って感じだね。ねー。があったりとか、ドイツのパン、そうハード系のパンかな。パーティーブレッツェル、そうなんかリング状みたいになってるやつとかね。なんか硬いパンが好きそうなイメージね。イメージですよね。そうそうシリアルロールとかも結構硬そうですね。そういうのがあったりとか。日和には食えねえって。ね、いやでも食べれるものもありそうだけどね。他にもねいろいろとドイツ製品があったりとか、土日だとねフォークダンスとかコーラスとかがあったりとかするので、3日間ねドイツ楽しむことができますので、ぜひ行ってみてください。でさっき古仙ちゃんビールって言ったけど、あれだよ、前橋の中央イベント広場ではビールビバレッジが今週土日あります。はい、ドイツビールもあるのかな。あると思いますよ。どうなんでしょう、今こう言っとけばね、慌てて仕入れてくるかもしれないあるかもしれない斉藤さんが元気かな。元気だよ ね多分元気だね。ビールビバレッジ、約4ヶ月間にわたって行われてるんですけど、6月は今週末の20区30なので、はい、ね、11時30分から。あのお天気なんですけど、29日の土曜日の朝一で行った方がいいかもしれません。朝一ってもう11時半からなんだけど、朝からビール、昼からビールだな。お昼だね、もう11時だね。そう、夜からちょっと崩れてくるし、30日もね降水確率ちょっと 70% と高めなので、行くんならね初日がいいかもしれない。土曜日のお昼にかけて、でもねこれからちょっとまだお天気変わってくるので、なんとも言えないんですけど、台風の影響で
ちょっと読めない部分あるだろうね。でもね、外でねビール飲んでワイワイね、楽しいワイワイガヤガヤ街中楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、というわけでぜひ皆さん週末楽しんでください。それでは今日のメールのテーマお願いします。はい、今日のテーマは6月どうだった、7月の予定とかあるの。はい、では行きましょう。ラジオネーム深谷から来ましたさん。深谷さん、6月はなんと仕事でミスをして、始末書を書いたんですって。あら、始末してやるぞって言われたんか。そんな怖い恐ろしい。それだけはご勘弁よ、ごめんご勘弁よって。始末書って書いたことあります、皆さん。始末書ですか。私ないよ。始末書を書かせたい人間は過去にいましたけどね。そっちですか。どうしてくれんだ。はい、始末書というものを私はまだ見たことがないので、ね、どういったものなんでしょう。でもね、凡ミスだったのでへこんじゃったんだって。でも7月はね、楽しいことがあって、地元で二大祭りがあるんだって。で、ね、町内ではね、おみこしが新しくなって、今年はその新しいおみこしを担ぐんだと深谷さんは言っています。リニューアルしたの。夏祭りだね。ねえ、来たね、この時期がね。夏祭り結構いいんだよね。前橋はね秋だけどね。あ、そうだね、お祭りというとね。祭りおみこしいいね。でも七夕祭りっていうもんね。うん、これから来るね。七夕もお祭りの一つだね。ね、アレルヤハエルヤさん、6月6日のお祓に今日誕生日なんですってメールを送ったら、あーちゃんがハッピーバースデーを歌ってくれて、ハッピーの思い出になりましたと。あ、よかったですね。よかった、そう、なんかね、お誕生日と送っていただけたら、絶対に歌おうと決まってて、この下手くそな歌で申し訳ないんですけど。ねえ、プレゼントは届きましたか。あ、まだ送ってないと。まだ送ってないよ。送る予定もないと。送る、心のね、ほら、伝わってる。気持ちをね。気持ちを送ってるから。そう、歌のプレゼントがあったからね。7月は久しぶりに前橋七夕祭りを見に行って、いつもとは違う賑やかな中心市街地の雰囲気を楽しんでこようかなと思います。いつもとは違う。そうなんだよ。どこにこんだけの人がいるの。ね、そうだから、本当だったら集まるってことです。年にね、何回かね。ね、そうなんだよ。だからなんか街中を今だから活性化させようと、いろいろね試みてる方たくさんいらっしゃって、いいとこだからね。まあだけどね、大規模なね催しがあるとね、それなりに ねお客さんが出てくるけど。まあでもそんなもんですよ。毎週やるわけにいかないもん。ね、ラジオネームパパラッチョさん。パパラッチョさん、6月は就職活動を第一希望の会社合格というとてもいい形で終えられ、今ではあと今まで距離を感じていて、なかなか話すことのなかったゼミの後輩たちと仲良くすることができたり、嬉しいことが多い1ヶ月だったと。ああ、いい月だったね。なかなか距離を縮めるって難しいですからね。あれって近づけばいい。そういうも距離じゃねえのか。パパラッチョさん笑ってるよ。はい、7月は僕の強い希望で9月にやることになった群馬県前橋市でのゼミ学習に合宿だ。ゼミ合宿、ゼミで来るの。そうに向けて後輩たちと協力しながら準備を進めていきたいと思います、と。そうですか。東京から合宿、みんなが前橋市にやってきて、ゼミ合宿、ゼミ合宿、そうするんだって。じゃあその合宿の合間に例のとこで会いましょうね。例のところでね、2人は何やら秘密がありそうですけど。例のとこ。ラジオネーム太っちょ塾講師さん。講師さん、6月はあーちゃんがラジオで紹介していたお店の食べ歩きをしたり、高校時代の思い出のお店の食べ歩きをしたりと、いろいろと食べ過ぎてしまったので、7月は痩せたいと思います。じいちゃん、この言葉めっちゃよく聞いてるよね。でもさ、太っちょ塾講師さんで、うんうん、ね、一つの国民だって。太っちょが抜けちゃったら、塾講師さんだけだ、どうなのよ。わあ、いいこと言う、太っちょのまんまでいいんでないの。わあ、個性だもんね。ただその体面に気をつけていただければね、健康面にね。そんな太っちょじゃないもんね。そうなんだよ、自分で言ってるけど。なんか体重がなんか前90キロくらいあるって言ってたけど。着痩せか、脱ぐと。脱ぐとすごいから。じゃあ今度ちょっと脱いでお腹を触らせていただきます、脱がなくてもいいってね。はい、ラジオネームハワイのママちゃん。ママちゃん来た。ママはね、息子の絵のコンクールを5箇所出品予定で、6月は指導していましたわと、やっと一つ出品して次の作品に入っています。9月頃が大変なの。
秋には2回目の個展予定ですと、打ち上げもしますので皆様いらしてねと。わー、打ち上げするの、お誘いいただいちゃった、ね、どっか、いや貴族のようなパーティーだと思いますよ。ママんちだから貴族のようなじゃあみんなで行きましょう。そうですか、ママお邪魔します、頑張ってね。それでは衣装が大変、時刻は8時29分を回ります。この後は県内のニュースです。7分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんです。よかった、古仙じいちゃんで、はい、はい、お送りしています。よかった、本物で、よかったです。よろしくお願いします。偽物もあり。さあ皆さんおはようございます。はい、よろしく。スタジオの外を見てみると、うん、じいちゃん雨止みましたね。やった、はい、ね、傘差してる人いないですね。いないね。あれは日傘なのかどっちなのか、でもね、あの朝の雨が止みましたね、うん、よかった。はい、ただあの一応夕方ぐらいからはまた雨が降りそうなので、油断できないね。傘は持ってお出かけください。傘はね、はい、ずっと差しっぱなしでもいいけどね。邪魔か、どこ行くのよ。はい、今日はあの28日金曜日ということで、うん、まあ花金ですよね。お仕事終わった後、まあちょっとお時間がある方、なんと今日ね、前橋の証券学園前橋ホールに吉本新喜劇が来るんですって。そう、吉本新喜劇が来るんだって。そうだって、じいちゃん。うわ、すげえな。60周年、それがどうした、吉本新喜劇ワールドツアーだって。ワールドツアーなんだ。ワールド、国内だけじゃないんだ。すげえ。6時から開演、だから間に合いそうですね。誰を目当てに、なんかね、誰って、吉本新喜劇って言うと誰。私小籔さん。あ、そっか、小籔さんか。小籔さん来るよ。小籔さん来る、来るよ。ただ群馬公園の座長さんはね、うん、川端康弘さん。川端さん、うん、あとスッチーさん、スッチーさんっていう方が務めて、他にも小籔さんとか酒井さんっていう方もね、うん、参加するんですって。で当日券もあるそうなので、うん、当日券は6000円だそうですよ、はい、なんでぜひ皆さん、まだ間に合うってことでね、うん、そうなんですよ、うん、ぜひお時間のある方行ってみてください、うん、小籔さんの顔はすぐね、もうパッと浮かんだけど、うん、他の人もね、見ればわかるよね。多分わかるんじゃないですか、テレビとかでね、見たことある人たち。うん、吉本新喜劇で、ね、いいな、見てみたいな。行ってください。はい。では今日のメールのテーマ、じいちゃんお願い。はい。今日のテーマは6月どうだった？はい。6月の6月、うん？そうだった。そうだった？じゃあね、どうだった？あ、どうだったって言ったよね。言った。言ったね。6月どうだった？ハテナマーク。7月のご予定は？素晴らしい。教えて。素晴らしい。ちっちゃい字でね、カレンダーに書き込んであるやつですらちゃんと読めないっていうね。ちゃんと今度目の前にあるのにね、ね、もうちゃんと読めないって情けないってあれだしね。結構大きく書いてるけどね。うん、うん、そう、私は貝になりたい。あれね、机の下に潜りたくなっちゃった。そうですか。あのね、なんか地震とかがあった時ぜひ潜ってください。ではメールいきましょう、はい、ラジオネーム富岡のアリオンさん。はい、アリオンさん、本日のメールのテーマで報告したいのが勤務形態の件なんですと、うん、6月は6連勤2級だったので、うん、平日に休みがずれ込み、番組の看板ができて各曜日に立ち会えたことです。はい。その反面、家族や友人とのお出かけはできませんでした。うん、でも7月は現時点での予定で基本は5連勤2級になるため家族友人と休みは一致するのですが、はい、平日の番組の観覧はシフト勤務の時間帯を上手に使って対応したいと思いますということで。あ、大変だね。勤務形態が変わっちゃうっていうのが、これはまずね、大変なことですよね。ね、やっぱ人にはこう、ね、うん、家族とのね、
時間ができるっていうところは大切じゃないでしょうか。そう、はい、お墓の観覧も嬉しいけどね、家族優先でやっぱり、ね、捨てられちゃうっていうこともあるからね。ねえ、ご先ちゃんも捨てられたことがあるんだろうね。ちゃんとしとかないとね。ラジオネームゆきんこちゃんです。きんこちゃん、話してくれてありがとう。ね、皆さんお墓らです。お墓だ。6月は平日いつもと変わらない。週末楽しくはしゃぐでしたと。うん、これね、いいんですよ ね。これは変わらないっていうのがまあ一番良かったりしますからね。はい、4月の予定はお祭りとバーベキューと、そしてね、引っ越しの準備を予定してるって。引っ越しするんだ。新たな新居ですよ。じいちゃん。なんだろう。新天地に行くんですか。何もかもが一転するね。それとも3軒ぐらい隣に越すとか。そんな5分圏内とか。それも引っ越しだよね。近く。ね、でも本当にね、新たに引っ越しをして、ゆきんこちゃんの新たなスタートが切れたらいいですよね。夏に向けて体が活発に動かしたくなる時期だ。えいえいおーと言いたいのは私だけでしょうか。いや、みんなで言おう。で、せーの、えいえいおー。なんでそんなこしゃこしゃ話なの。おとなしめにしてみました。ラジオネームルルさんですよ。ルルさん、6月はいいことがなくて、バタバタな1ヶ月が過ぎていったような気がします。何か一ついいことがあったとすれば、4月から体重が7キロ近く減ったことかな。だって、減ったんだって。減った、何があった。ウエストも自分で測ったので正確はないではないけど、70センチ近くあったのが 63.5 になりました。測ってないのにめっちゃ正確に言ってるじゃん。それってどうなの、良かったの、自分としては。いや、女性にとってはいいことですよ、小泉ちゃん。なんで減ったんだろう。だから、なんかバタバタしてたのか。なんかしたんだろうね。なんかバタバタしてた。バタバタしてたんで、ご飯もちゃんと食べなかった。いや、体面が心配だけど、あのね、今は何やっても空回りなんだって。そうなん。そう、ルルちゃん、あれがいいと思いますよ。なんかオイルマッサージ今あるんですよ。全部オイルで全部リンパ流してくれるやつ、あれめちゃくちゃスッキリするし、なんか悪いことも、まあ、気持ち的だけど飛んでくような気がするんです。飛んでく。そう、今結構手頃のお値段でできるから、ルルちゃんおすすめです。白鳥つければなんかちょっと元気になるとか、そういうの。こっちが元気になるんですよ、逆に。白鳥が緩くなって落っこっちゃうっていうね、サイズが合わなくなる。そういうのもありかな。じゃあ見れなくなっちゃうから、それちょっと困るね。でもね、ルルちゃん、とりあえずね、通常運転で毎日頑張りたいですと。はい、ルルちゃん、ありがとう。本当頑張ってくださいね。ルルちゃんの運転で配達とかでさ、いろんな人が助かってるから、そうですね。ルルちゃんファイト。そしてラジオネーム酒太郎さん、酒ちゃん、6月の現状、7月の何これ、展望。展望。日常的には結婚するでもなく、子供ができたわけでもないと。磯平豊君と同じだねと。そんな1ヶ月のことでこんなことが。壮大なことですね。ただ赤城山の大沼のボートの仕事は全くダメだったそう。ほとんど営業してなかったんですって。ああ、そうなんだ。だから7月は普通に営業できればなと。週末天気が悪いってね、雨っぷりとかね、結構多かったから、続いたからね。あ、さけちゃんね、始末書書いたことあるって。あ、始末書何回も書いてるって。始末をしたんだね。あ、何回もぽいね、さけちゃんぽいわ。ぽいね。ラジオネーム高崎のパパさん、パパさん、6月はね、とにかくね、アイドルのライブに行きまくった月だったんだって。7月は愛妻の誕生日月なので、ライブ通いは控えて連休に旅行に行こうと思います。日頃自由に泳がせてもらっている愛妻に愛と感謝の気持ちを込めて、素敵な小旅行を計画中。泣ける。素晴らしいね。素晴らしいな。やっぱそういうの大切なんだろうな。ねえ、はい、パパ、もう奥さんはね、これをね、このメールをね、多分聞いただけでもね、奥さんは絶対嬉しいと思う。さりげなく見えるところにね、置いといたらどう。さりげなくメール分。やらしいわ。こんなの送ったぜみたいな。ラジオネーム赤城山大噴火さんはね、さん、6月は会社で役職が上がったから忙しかったと。おめでとうございます。偉くなったんだ。7月は増えた仕事に少しでもなれるように頑張るぞと。はい、赤城山さんだったらできますよね。直接知らないから分かんない。私もそういうわけではないんですけど。だってさ、こういうふうに役職が上がるってことは、それぐらいね、そんだけ実力があるってことなんだね。大丈夫、くじ引きで上がったわけじゃないんですよ。くじ引きでさ、役職が上がるなんて言ったらさ、あの上司の気まぐれでさ、
いやもうこの先どう頑張っていいか分かんなくなるわ。ラジオネームひーくん、ひーくん今月も楽しい放送ありがとうございました。いい、来月もよろしくお願いしますと。こちらこそです。めっちゃ面白いじゃん、うん、ありがとうございます。ひーくん、そしてトゥーパンプさんはね、熱中症でね、熱中症、そう後遺症が残っちゃったんだって。熱中症に倒れたことがあって、なんで熱中症の怖いところは後遺症として自分の体温調整ができなくなるところなんだって、うん、だから皆さん熱中症には十分気をつけてくださいと。ああそんな後遺症が残るねえ、怖いけど舐めてかかったらダメだよ ね、 ダメだよね。そう今日だってお天気がさ、うん、こうなんか日差しがないけど、うん、めちゃくちゃ気温高くなりますから、そう、水分こまめにとっていただきたいですよね。表でさ、お天気の日に外にいたから熱中症じゃないもんね。じゃない、家の中にいてもなって、ね、そう、亡くなる事故多いからね、気をつけていきましょう、うん、はい。で、あ、ごせんちゃん、私ね、うん、6月ね、うん、あの5月に妹の赤ちゃんが生まれたから、おめでとう。6月はね、新生児の赤ちゃんがお家に毎日いるのよ。あ、そう、それででね、面倒見たりしてるの、おむつも変えて、ミルクも飲ませて、ゲップもさせて、寝かしつけてって、えらい。でもね、もらっちゃえばいいの。で、なんかね、食べたくなっちゃうの、食べたくなっちゃうの。食べたくないの。そう、何を、赤ちゃんを。まあそういう表現するけどさ、可愛すぎてな。そう、その意味が分かって、なんかでもその時に親はこうやって自分をここまで大きくして、ね、くれたんだなって思うと。よかったね、親に食べられないで。よかった、今ちゃんと生きてて感謝しかないなと思った時でした、本当に。そんなふうに思えるなんてね。うん、7月からはねちょっとね、うん、バイバイしちゃうんだけど、でも徒歩圏内5分のね、徒歩圏内なんで近いか。そうそうそう、でもね、なんかこう、うん、人間の成長、新生児の赤ちゃんでも顔つきが全く変わってくるから、うん、変わってくるよ。ちょっと面白い発見ができて1ヶ月でした。うん、毎日写真撮ると面白いかもしれない。あ、そうそう、撮ってるの撮ってるの、うん、毎日はちょっとやばいけど。楽しみね、はい、うん、そうなんですよ。はい、じゃあというわけで皆さん、うん、今日は6月どうだった、7月のご予定はでメールありがとうございました。ダメでした。さあ、ごせんちゃんに会うのは今日限りですか。あ、さようなら。やだ、じじいを捨てないで。おじいちゃん、また次は、次はね、来週7月に会いましょう。7月1日、おはから次の放送は今年後半7月1日。そうだ、今年後半になりますね。後半一発目、じじい当番です。じじい当番でございます。テーマは夏でいきたいと思います。夏、ぜひ皆さん送ってください。本日の担当は磯日彩香と小泉じいちゃんでした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。またね。